では今からトウモロコシを植えていきたいと思います。で今回ねトウモロコシといってももちもち系のトウモロコシである黒もちトウモロコシ、こう田舎ではね私ねもちきびっていう言い方をねして呼んでたんですけど、黒もちトウモロコシっていう黒くてもちもちしたほんとお餅のようなトウモロコシと、あと白トウモロコシ、白もちトウモロコシというまたもちもちした白いトウモロコシを植えていきたいと思います。もうこれ私がねすごく大好きで、あの九州に住んでたんですけど地元がね、で親戚のおじいちゃんとかおばあちゃんがよく植えてくれて、お墓参りとか行った時にあの作ってくれた思い出の味です。なのでこう自分で作れないかなと思って植えていきたいと思います。で黒もちトウモロコシの方は今回も苗ですね、苗で作っていきますのでそれを植えますが、白もちトウモロコシは種から植えていきたいと思います。はい、では早速植えていきたいと思います。でいつものように穴を開けて、ここですね、ここを傷つけないように、よいしょ、まっすぐなるように、ね、まっすぐなるように固めていきます。こんな感じかな。固めて同じようにゴロゴロゴロと穴を開けてすぐキャッチしてさ、よしできた。あ、なんかちょっとやっとまともになってきた。こんな感じでコーンの苗を植えました。じゃあ次は種を、ね、植えていきたいと思います。で種の時にはちょっと手袋を外した方がいいですね。でやり方としてはこれは穴をこんな感じで植えるところにボコボコっと開けておきます。指で大丈夫です。で開けたところに、まあ、3粒ほど種を植えていきたいと思います。これが、あー、もうトウモロコシの種ってもろトウモロコシのあれそこなんですね。こんな感じです。抜けた歯みたい。はい、でこれも3粒ずつキュッと入れていきたいと思います。大きめだから取りやすいね。植えていったら上から土をかぶせます。はい、こんな感じで植えて、もちトウモロコシを植えていきました。